外れていきます。変化球空振り、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の能見が打席に入ります。まあ、ピッチャーというのも塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低めはこれは入っていました。高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター高山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ストライクです。あっという間にツーストライクです。見送ります。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。小宮山さん、序盤での失点です。ただエースですからまだ期待は持てそうですよね。まあそうですね。ただこれ以上点をやると厳しくなるかなという感じがしますけどね。確かにそうかもしれませんね。インコース外れてボール。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。ここもファールです。さあ5球目は何か。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウトです。打順は6番峰井。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。ファウルになります。真ん中打ちました。これはセカンドの右抜ける。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番山田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った。サードゴロ。送球する。アウト、ツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。先発の飯塚が打席に入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルです。このピンチ空振り三振に切って取りました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2対0、DeNA ベイスターズがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックスは2番鳥谷。タイガースビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。打順は3番糸井。先ほどの打席でヒットを放っています。飯塚、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは4番ロサリオ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高めに決まりました。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。
小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにも注目です。ファウルになります。緩いボールを持ってきました。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には上坂入っています。さあ追加点は許したくないところ。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って中打ちのボール打っていった。三塁へ送球する。左中間へのヒット、これでマルチヒット。さあそしてバッターボックスには桑原が入ります。さあなおもピンチが続きます。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。初球は大きな変化球、ボールになります。クイックがうまいピッチャーだけにここはランナー走ってきませんでした。左中間へ持っていった。面白いところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。ホームへ。ファーストランナーもホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。4対0。タイガースなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。点が入りました。リードを広げられています。さあそして打席には筒香が入っています。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。糸川一塁送球します。アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー三塁となりました。バッターボックスロペス。タイガースこの回2点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。ファウルになります。ここは前進守備ですね。まあ、やはり一点もやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。打ちました。ファーストが前に来る。一塁そのまま入ってアウト。ツーアウトランナー三塁と変わっています。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ気をつけていきたい。宮崎が打席に入っています。インサイド落ちました。これはどうだ、センターへ抜ける。サードランナーホームイン。ベイスターズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、5対0。タイガースもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには6番峰井。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライク。インコースボール、ファウルになります。次が5球目、変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ3点を追加しています。5対0。 DeNA ベイスターズのリード広がっています。中盤に差し掛かってきていますので、この辺りで得点がそろそろ欲しいですよね。もうそろそろ、ね、得点しないと、ね、まずいですよ。終盤までこのままではいけないですよ。そうですよね。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。6番バッター大山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。飯塚、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
インサイド落ちました。これはどうか、センターに抜ける。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。打席には7番バッター糸川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが初球。これはすっぽ抜けました。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。見逃し三振。ツーアウトになっています。打順は8番梅野。ツーアウトランナー1塁です。引っ張った。これはどうだ。サードの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー3塁1塁。バッターボックスには代打の上本。ここは確実に行きたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。空振り、当たりません。低めの変化球見送りましたがストライクです。ここはあっという間に引っ張った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5回終わって5対0 DeNA ベイスターズがリードしています。ここまでのハイライトです。まずは初回、一打先制のピンチ。5番宮崎、2点タイムリーヒット。タイガース先手を取られます。3回の裏、残念ながら3者連続三振。いいようにやられています。5回の表、ノーアウト1塁3塁で2番桑原、センターへ運ぶタイムリー。タイガース2点を追加されます。裏の攻撃、チャンスの場面。しかしここは内野ゴロ。チャンスをものにできません。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから6回ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。伊藤がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあ、マウンドを任されたのは伊藤。今シーズン4試合目の登板です。さあ、小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあ、しっかりと自分の役目を果たしてほしい。次はピッチャーの打順ですが、先発の飯塚がバッターボックスに入ります。ここはきっちりとアウトを取らないといけませんね。そうですね。真ん中打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。二塁タッチはアウト。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のいいプレーでしたね。打席には9番バッター倉本。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打った。これはどうか。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。打順はトップに帰って上坂。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。
これで3安打猛打賞。2アウトランナー2塁1塁、バッターボックス桑原。まあタイガースとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。低め、これは外れた。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5対0 DeNA ベイスターズがリードしています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。バッターは高山。タイガース点差が離された6回の攻撃です。ヒットが出ます。ノーアウトランナー1塁です。打順は2番、堀谷。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。外、これはボール。いいボールが行きましたね。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。打席には3番バッター糸井。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。ストライクになります。さて、この糸井バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあそうですね、打球が強烈な変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは4番、ロサリオ。ツーアウトランナー1塁です。アウトコース見送ってストライクです。引っ張った、